共和国議会議事堂1995年、ポルトガル議会選挙は、ポルトガル共和国の立法府である共和国議会を構成する議員を選出するため、1995年10月1日に行われた選挙である。共和国議会議員の人気満了に伴って行われた選挙で、ポルトガル第三共和制では8回目の選挙となった。開票の結果、全国で満遍なく、 得票を重ねた PS が、与党、PSD を30議席以上も上回って第1、党となった。この結果、1985年に政権を失って、以来 PS は10年ぶりに政権に返り咲くことになった。PS の勝因としては、10年に及ぶ PSD による長期政権で国民が変化を望んでいたこと。 2PSD 政権の緊縮財政政策による景気回復の遅れ、3PSD 政権が抜本的な失業対策に欠けていた。などが挙げられている。10月12日、ソアレス大統領は PS 初期長であるアントニオグテーレスを正式に首相に指名し、10年間に及ぶ PSD 政権にピリオドが打たれた。 選挙結果とは直接の関係はないが、ソウルオリンピック女子マラソンの金メダリストである、ロザモタが PS から出馬して当選を果たしている。国立国会図書館政治議会課憲法室、庭野和弘、諸外国の会員の選挙制度資料マイナス、国立国会図書館2005年10月14日、CLAR i リポートの274。 ポルトガルの地方自治自治体国際化協会。4から5ページ。CNE やセンディアダラプーブリーカ01101995レスルタードスナスヨーナイズ。各政党の得票率は有効得票と白票、無効票を合計したものを100として計算したものである。ポルトガル共産党と緑の党による選挙連合。名簿を提出したが、 議席を得ることができなかった政党や候補者連合は9つである。社会党、政権を奪回ポルトガル総選挙10年ぶりに第一、党朝日新聞1995年10月2日付有観2面、モタさんにも当選のバラ、ポルトガル総選挙マラソン上、国会へ、朝日新聞1995年10月3日付9面国際。ありがとうございます。